こんにちは。今回はもうすぐ死にますの魅力が広がる CG の使い方についてお話しします。 1.CG が描き出す圧倒的なシーン。もうすぐ死にますではドラマの魅力を一層引き立てるために CG が見事な使い方で描き出されています。例えば主人公イジェが遺書を残してビルの屋上から飛び降りるシーンや死を軽視したことで死から罰を受けるシーンは CG の力で臨場感あふれる迫力ある映像となっています。 2. ユニークなキャラクターと場面の表現。イジェが12回もの転生を経る中で出会うさまざまな人物や異なる時代、国の場面も CG を駆使して表現されています。これにより物語の舞台が多様で鮮やかなものとなり、視聴者は異なる世界に引き込まれます。特に主役や転生先の人物の存在感が CG によって際立ち、ドラマ全体に深みを加えています。3. ファッションや小道具のリアルな再現。 CG は単なる映像の効果だけでなくファッションや小道具のディテールにも注力しています。例えば主役の衣装や小道具は CG を駆使してリアルに再現され、彼女の神秘的で存在感のあるキャラクターが視聴者に強く訴えかけます。4. キャラクターの感情や状況を視覚的に強調。 CG はキャラクターの感情や状況を強調するために使われています。例えばイジェの転生に伴う感情の変化や葛藤、そして主役の神秘的な雰囲気が色や光の変化を通じて表現され、視聴者により深い感動や共感をもたらしています。総括、もうすぐ死にますは CG を巧みに活用して物語の奥深さやキャラクターの魅力を引き立てています。迫力あるシーンやユニークなキャラクター、リアルなファッション表現など CG が提供する映像美が作品全体の魅力を一層際立たせています。視聴者は CG の効果を通じて物語の奥深さに没頭することでしょう。ぜひお楽しみください。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。